あれ、あ、どうも皆さん、ウルです。それじゃあね、今後マレストーリーやっていくわけなんで、なんか BGM ちょっとなんか忙しくない？なんか忙しいよね。どうした、キノピオ？あっちで現れる兵法たちですけど、西の方から来ているようですよ。兵法、なんとか居場所を突き止めて兵法たちをやっつけたいですね。お前の戦ってくれよ。なるほど。あららららら、あららあらら、私のフライパンがなんか青生地みたいになってない？どうした、ナンシー？いや、キャッシー。あー、ヘイフー、なんてこった。すごい、これキャッシーさん、フライパン盗まれて料理できないタイプ。ちょ、何しとん？え、どう？あら、まあ、マリオちゃん、こんにちは。あらら。でも、せっかく来てくれたのに、今お料理できないのよ。ごめんなさいね。あ、フライパンなくなるとそういう喋り方なんだ。実は私の大事なフライパンヘイフーじゃ盗まれちゃったの。困っちゃったわ。あの、じゃあ取り返してくればいいってわけね。じゃあちょっとせっかくだし取り返していこうか。え、ちょっと今日師匠と戦うつもりだったのに、いきなり波乱万丈の始まり方。いや、波乱万丈って俺セリフ好きじゃない？マリオさーん！誰？あ、お前か。キノピオの声に呼んじゃった。ごめん。マリオさん、マリオさん、こんにちは。席が突然ごめんなさいね。よっ、わかろう。あの、ドカボンとかいうやつもやっつけたんですってね。マリオさんならきっとドカボンにも負けないって信じてましたよ。ほんとですよ。ほんとほんと。マリオさん、ドカボンに負けるんじゃないかって密かに期待とかしてませんから。お前、最低なやつだな。ピーチ姫も一安心なさってますよ。お、よかったわ。つってんだろうな、多分。ああ、そっか、よかったよかった。そうそう、星の星様について新しい情報持ってきましたよ。兵法のおもちゃ箱って聞いたことはありませんか？ねえよ。ない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 。ねえよ、兵法のおもちゃ箱ってセリフ。なんであったかも知ってるかのように話しかけてくんの。そこに星の星様が閉じ込めていられているらしいんです。まあ、兵法が関連してるっていうか、今回のストーリー、さっきのフライパン盗んだ奴らもなんか関係してんだろうね。でも、兵法のおもちゃ箱って一体どこにあるんでしょうね。トイレとか？ねえだろ。そろそろピーチ姫のところに戻らないといけません。そんな急用？頑張ってください、マリオさん。ピーチ姫も僕もいつもマリオさんのことを応援しているだけ応援しています。応援だけしてるんだ。ドイツ。まあまあ、応援してくれただけいいじゃない、マリオくん。だって、それじゃあこれでヘイホーの場所、ここの家って違ったよね。どこだっけ？なんか知らん、なんかどっか行き止まりの家あって、ここだっけ？なんか行き止まりの家あったよね。ここなのかな？ちょっと。ここは？ああ、そういうわけでもない。ちょっと待って。え、何？え、おう。ん、やばい、マリオだ。あ、ん、何？待って、これさ、ふと思ったのさ、これレサレサ能力使えるようになってからいけるどうな、なんかじゃ、もしこれスケ取りしてるとばいけるたりする？ちょっとスケ取りしてみに。あ、でん、いや、かわいい。やっぱクッパくんなら最高だね。ちょっと動いてみる。あ、動けないわ。ででん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 、隠し扉。え、じゃあこれいけんのかな。あ、いけるわ。え、でもこれは何、これは何で、ヘイホーのおもちゃ、え、そんなかい、トイストーリー。あら、ちょっと早い早い早い。ステージ4、突撃、隣のおもちゃ箱。うん、だからなんかちょっと今回のステージ4のマーク、なんかあれ、てかボスもヘイホーなんだ、この感じ。すっげえ髪の毛荒ぶってんね。髪の毛って言っていいのかな、あれ。いくか。おー、すげえ、いい感じの雰囲気。でもここにキャッシーのフライパン持ったやついんの？あ、でもちょっと待って、今回ちょっと散策したいっつうか、ちょっと上でちょっとフラワーさんタレとかいろいろ預けに行きたい。ちょっと待ってね、一回戻るわ。ん、こら、何しやがんでいい、俺の計算機返せい。え、嘘、マジかよ、お前の計算機まで。嘘だろ、バッチ屋まで。ちょっと、あいつは罪深いぞ。悪いな、旦那、俺の店は休みだよ。兵法のやつが、俺がいつも使っている計算機を盗んでいきやがったな。あれがないと店の売り上げが計算できねえんだ。これ商売できねえよ。マジかよ。え、今度ハラハラしてる兵法みたいな。ちょ、お前、お前、お前、何したお前。お前、何した。ああ、ああ、すごい。こっち来んな。なるほど。顔待ちフェスバル。オッケー、帰れ。よし、オッケー。ああ、ありがとう、マリオさん。きっと、花さんたちもみんなマリオさんにありがとうって言ってると思うわ。そのことで種預けに来たんだけど。あ、はいはい、残り2食、はい、不思議の種。はい、1個預けとく。で、これ種持ってきてくれたのねってわけで植えてもらって、あと1個か。兵法のおもちゃ箱にあるかな。はい、オッケー。これ多分後々のステージで使うってことでしょ、多分これ。オッケーオッケー、埋められたね。じゃあとりあえず、じゃあちょっと俺もちょっと嫌がらせてるのに、ちょっと師匠と挑んでくるわ。行ってきまーす。当座にさせてもらおうか、師匠。前のようにはいかねえぜ。今回の俺はちょっと対策があるんでい。てて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 、いくでござる。お前急に忍びのものなんだよな。で、これもう物知り必要ないよ、マリオよ、行くぞ。そうでね、今回俺ね、ちょっと秘策アイテムとして、これもこれのね、これが強いんだって。敵を消える、
これ使うとね、しばらく間ねレサレサのあの透き通りの状態になるらしくてね、それちょっと使ってみようかなと思って持ってきたんでね。あ、ちなみにこれ戦う前にセーブしてるんでいつでも戻ってこれる。こうアイテム失いたくないから、なんかこのアイテム重要っぽいじゃん。え、ちょっとどんな効果かだけ確認しといて、で今までクリオはもうチャージ、もうずっとチャージしといて、オッケーオッケー。でクリオはチャージしといてもらって、でこれ多分こっち攻撃可能なっしょ。もう食らわなーい。で、少しの間の余計、え、しかも単数制限ないのこれ。え、ちょ待って、じゃあ今までちょっとそうだな、こっちもなんかしとっか。いや、そうだな、だったら何するか。じゃあとりあえず今はハニーシロップとか別に使う必要ないから、そうだ、連続ジャンプでも試しとく。そうだね、はい、えい、ワン、ツー、スリー、イー、フォー、ファイブ、シック、あー、シックスまでか。うむ、なかなかの攻撃だ。避けるのずるくない？全くだね、ごめんね師匠。なんか卑怯な戦い方だけど、これが正しい戦法だから、正しい卑怯の対処の方法だから、ういー、あー、なるほど、2ターンぐらいなのか。まあ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 、だったら眠らせ踏みにちょっとボイチあれチェンジしましょう。はいはい、あ、4ダメージ入る。眠らせ踏み様様だな。ジャンプありがてえわ。でクリオチャージ、オッケー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 。でクリオもさらにチャージ、ワン、ツー、はーい、あー、やべ、ちょっとはーいのタイムが早すぎた、ごめんねみんな。でこれで連続眠らせ踏みだな。眠らせ踏みで4ダメージ入るから、前は1ダメージ2ダメージだったからね。あ、寝た寝た寝た、オッケーオッケー。で師匠その間眠っといてもらって、さあ俺はこの古速戦法でお前をボコボコにすんぜ。よし、これでお前が起きたけど、俺は眠らせ踏みにボイチェンして、はーいと言って、おい、寝ないか、さすがに。うむ、なかなかの攻撃だ。だからその間クリオチャージはずっと貯めるぜ。クリオちゃんはずっと貯めるぜ。はい、ワン、ツー、はーい。あー、ちょっと早いんだな。ちょっと早いわ。ちょっとタイムが早いな。つかまるちょっと大変かもしれん。で、とりあえずここでちょっとスーパー機能くくっといて、で、回復。で、回復して、いや、これクリオくん、クリオくんが強すぎんのよ。クリオくんすごい攻撃で高めて。はいはいはい、いやダメだ、今の遅すぎるわ、今の遅すぎる扱いだった。ちょっとここ星のせいですっきり。そうか、これ星の降る夜って、え、すげえ、星の降る夜って敵全体に攻撃力7の攻撃するの、え、強くね。じゃあちょっとすっきり爽快しとくわ。7ダメージ与えられんの、強っ。俺の連続踏みの最高キルと同じぐらいダメージじゃん。はい、で、すっきり爽快してもらって、ありがとうじいさんってなって、で、これさらにクリオくんはまだチャージ。こっちは耐え抜けばとりあえず勝ちだけど、クリオで全て回そう。はい、ワン、ツー、おい、いや、ダメか。あれ、これボタン合ってるよな、ガードのボタンが合ってるかどうかちょっと不安になってきた。で、これちょっと回復、オッケー、10回復した。で、これを繰り返していけばいいんだ。ちょっとダメージ食らいすぎだな、ちょっとダメージ食らいすぎてるわ、情けねえわ。ちょっと、お、サンデール、いい気分、ナイス、避けるダメージ減るのはでかい。はいはいはい、あ、できた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 、今ので稼ぎたでかいぞ。今じゃちょっとすっきり、いや、ここはちょっとね、ちょっとあれだ、眠らせ踏みしとくか、眠らせ踏み踏み、寝ないか、オッケー。で、まあ、とりあえずチャージしといてもらって、クリオはチャージ、クリチャーしといてもらって、オッケーオッケー。ふっ、あ、やばいやばい、ここに来てそれか、なるほど、それしてくるか。まあまあ、こっちはスーパーキノコが大量にあるんで、それ回復していこう。オッケーオッケーオッケー。とりあえず持ちこたえろ。とりあえず持ちこたえればいい。なるほど、これってあれしてくるか。もうその攻撃しても良さそうか、クリオ。いや、まだだな。もうちょっと見ていきたいな。で、はいはい。はい、いや、早いのか、やっぱり。やっぱちょっと早そうだな、俺。ちょっとここはすっきり爽快して、多分さすがにあれ来ないと思うんだ、連撃。連撃来ないとさすがに踏んでる。いや、緊急キノコ1個買ってくるべきだったかな。いや、緊急キノコ1個買ってくるべきだったかもしんない、みんな。で、ちょっとまだクリオはチャージ。クリオはものすごくチャージといてもらって。やばい、おいおい、あぶねえ、あぶな、お前、あぶねえ、とっさの判断力が生きたわ、今の。どうぞ攻撃した方が良さそうだな。次のターンから攻撃に入るか。え、ここで攻撃、あれ、最後のチャージしといてもらって、俺たち全員で攻撃入ろう。はいはい、おい、いやー、耐えられない。いや、ここはもう眠らせ踏みに俺はかけとこう。眠らせ踏みにかけて、おい、で、これで寝ろ。寝ないか。うむ、なかなかの攻撃だ。クリオに決めてもらうしかねえな。いや、サンデーで攻撃力上げてほしかったな。はい、やったやったぜ師匠、ざまねえでございますよ。強っ、クリオのチャージ、チャージゲーだぜ。見事な腕前でござった。いや、ごめんね、ほとんど古速な手、ほとんどが古速な手だったよ。よろしい、マリオ殿にはこれを差し上げよう。はい、4段の証ゲット、やったね。
またいつでも挑戦しに来ると良いでござる。ゴッゴッ。それはクリオに続き26ダメージ食らったらな。まあ、負けること覚悟だけちょっと次の師匠の体力見てみていい？どうせしよう。よろしい、お相手するでござる。今回本気の本気で行くでござるよ。本格的に覚悟なさり。まあ、多分勝てないが、とりあえずちょっと様子見のウルで行きましょう。行くでござる。どれぐらい変わるんだろう。別に特に今、おお、なった月光ラージャンみたいになってる。はぁー、行くぞマリオよ。すっげえ切れてんじゃん。じゃあとりあえずクリオくんの物知りで。はい、師匠。師匠だ。道場の責任者で一番強い先生だ。うん、知ってるよ。最大値は99。あのクッパ超えてませんか。一緒にやっぱ食べに出ませんか。やっぱ食べに出ませんか、師匠。そんな攻撃力と防御力もあったらもう一緒に試しよう。うん、攻撃力は10、防御力は1だ。さらにすごい必殺技をいくつか持ってるんだ。さらにすごい必殺技をいくつか持ってる。マジか。手加減なしで戦うそうだから気合入れて頑張ろうね。いやもういいっすよ。もうさすがに逃げますよ。逃げよう逃げよう。普通に逃げよう。逃げよう逃げよう。逃げよう逃げよう逃げよう。100% 逃げれる。じゃあねー。まだまだでござるな。もう少し腕を磨いてから挑戦なさがよろしかろう。バカだれ、もう4段で十分だ今のうち俺は。じゃあ次勝ったらいよいよ本格的師匠の最後なのかな。 HP99 ってことは。いやー勝ったね。ただスーパーキノコすっごい失ったわ。買いだめしとくか。ちょっと今あれバッチ屋もちょっとオープンしてないし、ちょっとキノビオハウス休んでから、ちょっとじゃあ兵法のお茶箱行ってくる。あれお前なんでここにもいんだよ。帰れ。どこにでもいんな。あ、お泊まりいただくようになりました。はい、じゃあ休みます。じゃあもちろんおもちゃを飲みます。喉を休めます。よし、よく眠れたんで。じゃあそれじゃあいよいよちょっといろいろ店でスーパーキノコとか買ったりした後、兵法のおもちゃ箱行ってみよっか。レディゴー。お前のパンツ食べて。うわー泥棒。うわー、どこにでもおんじゃん。よー大丈夫。あー、マリオさん、兵法にお店の鍵が盗まれてしまいました。あの鍵がないとお店の倉庫を開けられないんですよ。あー、どうしよう。まあ、とりあえず買わせて。あ、はい。2個ぐらい買っとくか。で、3個ぐらい買っとこう。バッチも買いたいしね。だからなるべくコインはいっぱい持っておきたい。じゃあいよいよ兵法のお茶箱行くか。これそこら辺にもいいのかな。ちょっといろいろ調べてみていい？あ、ここには来てないんだ。さすがに人ん家に入る頃、いやー、人ん家に入るつが結構入ってるからな、あいつら。まあ、とりあえず兵法のおもちゃ箱行ったあれかな。兵法とも駆逐してやる。で、セーブ叩いて、さて、じゃあここから本格的に兵法のおもちゃ箱探索していこっか。これは何なの？いや、キノピオ。私はブロー駅の駅員でーす。もちは、電車がないので、おしょこたは何もないのでーす。電車がないの？これは何？叩けんの？叩けるけど、まあ、特にあれか、電車の向きを変えられる的なやつか。なるほど、で、なるほど、ブルー駅、レッド駅、グリーン駅、ピンク駅でいいのかな。なるほど、それがあんのね。なんでピンクなんだよ。イエロー駅でいいと思うけど。ブルー駅へようこそ。でもこっからどこへも行けないんでーす。駅があって、線路があっても電車がないんじゃ行けるっていうのは、ね、行けません。無能だな。じゃあとりあえず周り調べていこっか。これこっち側とこっち側ってなんかルートあんの？こっち側、あ、あるね。じゃあちょっといろいろ調べていこっか。さて、ここは、あ、なんか、うわ、兵法だ。うおー、通り過ぎんのかい、通り過ぎんのかい。なんだお前は。で、黄色兵法。なるほど、じゃあ戻ししてみよっか。はい、兵法だよ。おろちょろしてるお邪魔なやつだ。最大値は7、攻撃力は2、防御力が0だ。時々攻撃力が3のアクロバティックの攻撃を仕掛けてくるんだ。色はいろいろあるんだけど、中身は変わらないよ。結構雑魚っぽいね。いや、お前毎回口悪いな。まあ、とりあえずちょっと中チェンして、とりあえずレサレサに変えよう。レサレサ確定5ダメージできるから。で、これそうだな。まあ、とりあえずどうしよっか。普通にジャンプしていくか。ワン、ハイ、トゥー、オッケー。なにそれ。まあ、これアクロバティックな攻撃って。あー、かわいい。いや、熱い体当たり、普通の体当たりの方がガード難しそう。オッケー、これで経験値6もらえる。オッケー、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。結構食らっちゃった。あ、でもハートくれた、ありがたい。優しい兵法。ん、なんか黒いやついる。なにこいつ、なにこの子。んー、なんなの。1個宝箱には触らせないぞ。この宝は私のものよ。よくするならやっつけちゃうぞ。なんかやめとくがデフォルトで出てってこと。こいつなかなか強敵なのでは。やってみるか。何やる気なの。私はマジで強いんだぞ。それでもやる気なの。あ、まあセーブしたら平気だよ。戦おうか。なんと水長剣チャレンジャー登場。いや、1個なんだよ。よーし、行くぞ、やっつけちゃえ。さて、始まりました。まあ BGM は普通。さて、これでちょっと中チェンして、じゃあクリオでちょっと様子見てみましょうか。で、クリオで物知り。どれぐらいの攻撃力よ。
ブラック兵法で死神兵法ともやることきっつい攻撃するんだ。最大値は50、攻撃力は10、防御力は0、攻撃力だったら波のあの師匠と同レベ。マジかよ。アクロバティックに攻撃すると攻撃が12になるから上手に避けて。無理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 、避けらんねえよ。攻撃だから気を置いて書かなくちゃね。まあ、こいつ眠らせ振り、あのオタク眠らせ踏み聞きます。やってみましょうか。ワン、はい、あ、聞く聞く聞く、足も2ターンも出る。この子やっつけちまうか。で、これ目覚めた。で、眠らせ踏み、これ聞くのかな。2連続でさすがに聞かねえかな。はいはい、あ、聞かねえわ。なるほどなるほど、了解した。でも体力がそんな多くないから、なるべく危険していこう。で、アクロバティック、いってー、そ、やるじゃねえか。いや、ここ眠らせ踏みでかけるか、いや、アンパイ取るか、どうしようかな。ちょっと眠らせ踏みにかけてみっか。多分寝そうなんだよな。俺の勘を信じる。あ、やべ、あ、初めて見た。ゲームオーバーの画面、初めて画面、ゲームオーバーの画面見たで、ね、あー、これタイトル画面戻るのか。じゃあセーブしたとこやり直してきます。いってきます。痛い、やるじゃん。で、これクリオに変えてクリオ続きしてもらおう。はい、12、いいぞ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 。ただ問題どうすっかな。ここ耐えるか。そうだな、ここ一旦耐えてクリオを攻撃してアンパイで戦うか。これこいつかなりの強敵だぞ。いや、連続ジャンプで決められるか。いや、怖いな。アクロバティックされても普通に死ぬから、何をされても今死ぬから、回復して次のターンクリオを殴ってもらってだな。アウチ、ここでクリオに殴ってもらって、あーい、あーいってやって、オッケー。あ、これ中チェンしてあれでもよかったかもな。そうな、ここ連続ジャンプでとどめさすか。あーい、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 やべえやべえ、ミスった。うわプレッシャーからミスっちゃった。レサレサに帰れよかった。くそ、もう一回行ってくる。で、はい、眠ってくれんならまだチャージいく。オッケーオッケーオッケー、これ勝ったわ。絶対勝ったわ、みんな。これ絶対勝った、もう絶対勝った、間違いなく勝った。これはもう間違いなく勝った。もう連続ジャンプやっちゃうもんね、俺。連続ジャンプやっちゃうからね。はーいはーいはーい、いっぱいいっぱい、はーい、なかなかうまくいかない人生で、ここであえてチャージしてちょっと保険かけといて、次のターン一気に決める。オッケー、じゃあクリオカさんやっちゃってください。オッケー、もうこれお前終わりだぜ。はーい、足強っ、オーバーキル、経験値どれくらい、え、いいんすか、いいんすか、30もらっちゃって、いや、32ぐらい、うっつおーい、サンクース、よし、倒したわ。いや、つえ、なんだあいつ。お前は何、パワー、ブラボーブラボー、パワープラス4。いや、これは強えの来たな。いや、勝った甲斐あるわ。いや、強、何あの兵法強。あー、でバッチ上げで何か外すか。そう、ハート増える、フラワー増える、ナイス防御はいるだろう。素早くカームでピンチラッキー1個外して、そうだな、どうしよっかな。いや、あえてこういうのはミニミ踏みつけとくか。そうだ、ピンチラッキーいらねえ気がしてきた。そうだね、パワープラスは6使うからね、2回上げなきゃいけないから。そう、このハート増える、フラワー増えると同じぐらい差があるから、そうだ、後々つけよっか。パワープラス、あ、パワープラスは、あ、ちょっと今ハートフェールとかフラワーフェール欲しいから、これでいこう。ちょっと戻ろう、ちょ、回復したいな。どこに回復ポイントないかな。ちょっとこの子邪魔、この子邪魔、来ないで来ないで、セーブしとこう。オッケー、で、この通りすがりの兵法もやって先進んでいきましょう。で、あ、ハートとかくれる、ありがてえ。ブラック兵法何もくれなかったかな。ブラック兵法、お、すごい格好の兵法もいる。この子攻撃してやろう。何この子、普通の兵法よりちょっとサーカスっぽいような格好してるね。てか素早くカワールが有能すぎる、ほんと。で、これ素早くカワールちょっと物知りしてもらって、何兵法、ダンシング兵法だよ。面白い衣装着ているね。ステージ衣装なんだよ、きっと。最大値は7だ、攻撃力は2、防御力は0だ。踊りで仲間を呼ぶし、目の前でくるくると回ってマリオの目を回したりもするんだ。結構落としいから早めに倒しちゃおう。結構毒舌だよね、相変わらず。この子相変わらず毒舌よね。そうだな、じゃあ普通に眠らせ踏みでもしとく。普通にそうだな、欲しいしな、あんまり行動しないでもな。普通にタックしてきた、普通にタックしてきたね。じゃあこれちょっと地震なハンマー、はいはいはい、おー、あ、ミスっちゃった、やっちまった、ごめんよ。俺の中のウロジョジョのポルナレフ出てきたわ、ごめん。はい、お疲れ。4スターポイント、なるほど、意外とスターポイントは1匹につき2スターポイントなのか。で、回復が欲しいな、回復は全然ねえわ、まずいわ、回復のなさがすごい。
これはこっちが何なんだ。ここはでかい広い通路に出てきたが、あーなんか持ってる、あれ なんかお菓子持ってる、なお菓子の元か、なんかこれ盗んだアイテム持ってんのかこいつら、あーかもしんねえ。ちょいろいろ見てみようか。あキノコ持ち、あ電卓とか持ってるやついんねえ。じゃあこいつら今回倒してあれかな。ちょっと待ってみんな、そうだな、よし場所はここら辺にするか。そうだな、よし多分俺が指を、俺が手のひらパンってやった瞬間全員死んでると思うんでよろしくお願いします。せーの、はい、というわけで始末してきました。よし、それじゃあね、別にここら辺フライパン持ってるやついなかったわ。逆サイドにいんのかな、フライパン持ってるやつは。キャシーのフライパンとか。で、別にそれだけは回収したいよね。てかね、経験値がもう1しかくれない。で、さっきね、その手立ててる間にね、レベルアップしちゃって、結構ね、レベルが上がっちゃったんですよ。まあ、レベル上がったっつか、レベル1ぐらいしか上がってないんだけど、でもレベル1上がっちゃったんだよね。おっと、なんだ、あ、カメックババアじゃん。どうしたカメックババア。おお、それ急ブレーキキノコついてんだ。アブラカダブラチキンプイプイドー。おい、あさてマリオの苦手物を置いてやったぞい。うん、しかしこれで本当にマリオのやつを困らせることができるのかの。あ、そっか、 B チームが言っていた弱点か。 B チームの言うことが本当かどうも気になってきたのじゃ。おおい、まあいいわい、これもクッパ様のご命令じゃ。クッパ様を疑ってはいけないのじゃ。なんでそんな診断を置いてんだろうね、クッパに。いつか半旗ひり返そうな気がするけど、カメクババぐらいだったら。あとでちょっとこいつら邪魔だから、これってなんだ、まあ、確かヒップドロップするといいんだっけ。おおはーい、おお来た、邪魔だ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 。オッケー、これここになんかあるかな。ぽい、なんもない。わー、いやーすごい罠を食らってしまったみんな。でこれとりあえずこれポイって言って上がってって、ビヨヨヨヨン、いい音するわ。でパレッタでも渡れるのか。でもここら辺で渡れる。ちょっとあれ、はい、どっこいしょ、ビョーン。オッケー、俺さらにデサレスの強度すごかったな。これ下にアイテムとかさすがにないか。これ戻り用のやつで、おおなんか飛んでるやついる、倒すか。あれ何兵法、バルーン兵法まんまだね。バルーン兵法だよ、バルーンで浮いてるんだ。最大地面7で攻撃力が3、防御力が0だ。バルーンを攻撃することもできるからね、地上の人はただの兵法だ。あ、俺のもあんな感じで宇宙をプカプカだと飛んでみたいな。なるほどね、そんな願望持ってんだ。まあじゃあとりあえずそってこれファイヤーフラーで攻撃しちゃえばいいんじゃね。ちょファイヤーフラーで攻撃してみる、せっかくさっき入手したんだよ。よいしょ、ファイヤー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 、さすがファイヤーじゃバルーン攻撃されないんだ。サンデルさん今日仕事しすぎじゃないですか。おすごい、3ダメージすら食らわない、最強かよ。これ何もせずとも食らわない、やる。オッケー、これ倒して、サンデルさん今日やけに仕事すんね。すごい、おこの中入りそう。あでもちょっと待って、アイテム気になる。アイテム回収1コイン悲しい。これこっちが登れるか、ちょっと待って、登れ、これ階段だね、階段登ってって外に出るのか。これパレッタであっち側なんか渡れそうだよね。ちょっとパレッタに変えてみるか。はい、パレッタ吐き込んでくれって言って、あ星のかけらだね、ありがたいありがたい。じゃあこれもう一回でやって、これもうパレッタで戻してもらう。あーじゃあ待て待て待て、違う違う、十字横反応した。でパレッタ君はこれ運んでまたもう用済めなんで帰ってください。うん、オッケー。でクリオクに変えてジャンピングで、これ下降りて、で多分この先キノコとかあんのかな。あーこれアイテム取りてえけど、どうやって行くんだろう。あこれなるほど、この辺にもしかして隠しブロックはないな。あなるほど、これパレッタでこっから渡っていくのか。なるほどなるほど、了解した。おお危ねえ、危なかった、お前ギリギリを攻めるね。でこれここ行って、でこれアイテム回収、何かな。あ雷ゴロドコロコロか、雷ゴロゴロ、あ雷ドッカンとは違うんだ。で一体に落とす攻撃力がこう強えよな、普通にアイテムも。でこれキノコもらっといて、でこれ開けよっか。さて何が出るかな。お店の鍵、あやったね、これ倉庫の鍵だ。えじゃあなるほど、これで倉庫の鍵か。あれこれ逆側いける。まあ、とりあえずちょっと戻ってみよっか。さてとりあえず兵庫のおもちゃ箱から出てきて、じゃあ次あれかな、ちょっとあれ、ちょっといろいろお店の鍵とかちょっと計算機とか全部届けに行ってきます。レディーゴーゴー。はい、これお店の鍵届けに来ましたと。でお店の鍵届けに行った。わあマリオさん、お店の鍵を取り替えてくれたんですね、ありがとうございます、助かりました。これ開くのかな、倉庫。あいたいた、その子に中にあるものはどれでも好きなもの持っていいんすか。えマジっすか、じゃあ遠慮なく。こんな量あるね。んこれ何、おもちゃの電車、とてもよくできる電車、本当におも、あなるほど、おもちゃ箱の中だったら使えるってわけ。これアイテム確保できるもんある、全部かぐるぐる目合わせ、雪やコンコンがいるかな、もうアイテムいっぱいだよな。あーキノコいらねえ気がすんな、そんな1個。てかハニーシロップもいらねえな、メイプルシロップがあるし、ちょっとハニーシロップはちょっといらないな。オッケー、ありがとうね。なるほど、これで物語先進めるようになるってわけか。まあとりあえずその前計算機を届けに行こっか。
よく計算機持ってきたぜ。これで店開いてくれよ。旦那、これ俺の計算機じゃねえか。兵法からこいつを取り返してくれたのかい。おにぎるぜ旦那、これでまた商売ができるってもんだ。俺のこのばかりのレーダー取っておきにこのバッジを旦那にあげるぜ。あ、バッジくれんの。え、クロリンサーチをバッジ、あ、なるほど。クルリオが腐ってフィードに入ると音とアイコンで知らせてくれ。でも TP 使うんでしょ、バッチポイント。計算機が戻ってこなかったらおいらたち大変なことになるところだったんだよ。おじさんのおかげでまた商売ができる。ありがとうおじさん。俺ちょっとこれ一回エリア出たらあれかな、店開くのかな。あ、じゃあ一回エリア外に移動すればあれかな、店開いてくれるから。ちょっと戻ってみようか。どう、店やってる？あ、やってるやってる。さて、いろいろなんかバッチがあるんで、なにこれ。回転殴り、殴った敵を吹っ飛ばして後ろにも敵にもダメージ、次々ジャンプ、ジャンチャージ。あ、これいいな。俺は欲しいよ。これ有能じゃん。ジャンチャージ買わざるを得ない。なるほど。次々ジャンプ、回転殴り。回転殴りもなかなか面白そうだな。買っとくのありか。買っとこっか、せっかく金ちょっと余裕あるし。買ってく買ってく。で、ちょっとこれバッチつけてみよっか。あ、クルリンサーチあれなんだ、1枚でいい、1でいいんだ。ただちょっとつけとこうか、クルリンサーチ。これありがたいもんね。だってバッチもいろいろと、あ、え、ここらへん、ここらへん、ここらへんなんか今出たよね。違う、ここらへんか、ここらへん、違うな、ここらへん、いや違う、ここらへん、なんだ今反応あったよね、なんかピコ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 みたいな。え、あんな感じで反応すんだね。まあ、よく場所わかんないから、とりあえずあれかな、戻ってちょっとおもちゃの電車だけ起動していこっか。あ、見つけました、クルリユが。オッケー、見つかった。で、星のかけらゲット。なるほど、そのエリアにあるよって知らせなのか。じゃあこの人に最後の話かけて終わろっか。はい、おもちゃの電車。おもちゃの電車持ってきてもダメですよ、ここでは使えません。おもちゃはおもちゃ箱にしまってください。なるほど、なるほど。じゃあこのおもちゃ箱におもちゃの電車を入れると、その寸大で入るから、ドンと。おお、なるほどね。やる、面白いね、おもちゃ箱のステージ。じゃあ入ります。で、次回あのステーションから他の駅へ行って、どん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 開拓していきましょうか。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。いや、ブラック兵法師匠に比べたらまあ苦戦はまあしたな、2回死んだもんね。じゃあ次回他の駅向かっていくわ。バイ。